今日の夕方でございます。はい、とりあえずですね、パーセリー S、ミコグライト、あと D ユニット、ハザード、等を取り付けるという内容でございます。はい、そうしましたらね、ヘッドライト、スイッチオン、ね、はい、で、ハザード、スイッチオン、見えない、こっちはついてないんでね、今ね、後ろ両方ついてますね、はい、これがハザードでございます。ハザードオープン、ね、ウインカー、ね、で右は1個しかないんで、ね、ちゃんとつかないですね、はい、さあ、ガソリン入ってないのかな。ではフォグライトオン、どうですか。はい、フォグライト、ね、フォグライトオン、はい、ね、こんな感じ、ね、ほら、どうですか。あの、肉眼だと真っ白に見えますけど、映像だとちょっと 青白く見えますかね。はい、そして、ここのね、スイッチ、あ、ついてないかな。あ、消えちゃったか。ちょっと待ってくださいよ。あ、やっぱりダメですね。あのね、これハンドルがあってぶつかっちゃうんですよ、スイッチが。でここダメでしたね、スイッチね。もっとこっちとこことかこことかね、一番ここがやっぱりバッつけるのいいかなと思ったんですけど、下が、あとここもそうなんですよ。これもだ少しこうハンドルで押されちゃうんですよね。はい、で結局ちょっと、やっぱダメですね、直さなきゃダメ。難しいな。で結構ね悩んだんですよ。困りましたね。ダメですね。いやー、つかないもんね、ついてない。単体でつけたときは、お、いいね、と一瞬思ったんですけど、甘かったですね。いざね、実際につけたら、折れてる。やばい。青なんですよ。センターですよね。あ、いいはずなんだけど、なんでダメなんだろう。あ、つかない。なんで？玉切れがないですよね。もう玉切れた。つかない。でもフォグライトついてますもんね、ちゃんとね。ってことはちゃんと電気がいってるってことだ。え、LED 切れた。ダメ。ダメ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 。うわぁ。そう。で、ソケットだともう完全当たっちゃうんで、ダメだから、ソケット諦めて、突き星でそのまま止めたんですよ、4本ね。もうダメですね、つかない。ダメだダメだ、これダメだ、諦めましょう。こっちにしますか。でもこれね、防水じゃないんですよ。ダメだ、ほらまあ。そうですね、やっぱり後ろ余裕がないので、裏がね、ハンドルがあってね、だからこれをまたここにちょっとこういう感じで貼って、配線をね、この中を通してそのまますぐね、外側に持ってくるんじゃなくてね。でちょっとやってみたいと思います。どうですかね。ちょっと、いやー、お、うまくいったなと思ったら、その後のことを考えてなかったですね。ダメですね。電装品、ACC 電源、ボディアース。何色が何だったか忘れちゃうから。分かんないから、ちょっと。こっちの方がおしゃれ。まあいいや、とりあえず。
ちょっと当たっちゃうんでね、さすがにそれじゃまずい、ということで、スイッチ2つ買ってあったんですけど、そうとりあえずね、はい、もう1個の方にしてみました、はい、これちょっと色気がなくなりましたね、はい、でここはうちにあるやつをつけました、はいはい、グリップヒーターつけてここに貼ってあったんで穴開きのやつを向こうに持ってってるね、やっぱここに穴開けてやったのなかなか難しいね、まあ、これも真ん中に穴開けてたんで配線通すことがないと上になっちゃうんでね、下の方にこうねちょっと開けてでこれを配線を通すっていう手も、まあ、あるんですけどね、はい、とりあえずこんな感じでねスイッチオン、ね、はい、でこれを押すとパチッ ねで前はこんな感じです、はい、ということでね、とりあえず、はい、ハザードも、まあ、OK ですね、はい、はい、ということで、とりあえずあとは、まあ、この向きとかね、そういうのは、まあ、ちょっと緩めてこう締めてっていうあれで、でこれちょっとあとここを少しちょっと固定したいですよね、ここにね、こうやってね、はい、そうすればでこのステムとのアンダーブラケットとここの間を通して向こう側に一旦持ってってね、それで向こうでから上に向けてると、はい、そんな感じですね、はい、ということで、まあ、とりあえずこれで完成 で、で今度のスイッチは防水スイッチではないんですよ、前のは防水だったんですけど、ただここじゃなくてね、初めからスイッチをこことかこの辺とかにつければね、ハンドルをこう逃げる位置、逃がせる位置、それだったらよかったんですよね、だからここに完全な穴開けちゃうことになっちゃうんでね、それはそれであれかな、でもここのここら辺にねちょっと開けるのがやっぱり簡単でいいかなと思ったんですけどね、でほらこれだったら別に交換すればね済むことなんで、ちょっと残念で防水なんじゃないんで、なるべくこの辺につけたんでね、スクリーンがこう来るんで直接ここは水が当たらないところ、どうですかね、ちょっとね、そう端子がね折れちゃったみたいでつかなかったみたいな、ちょっと無理やりぶつかっちゃうから無理やりこう曲げてねやったんですけど、だまあちょっとやっぱりダメですね、はい、なかなかうまくいかないものでございます、はい、そしたらあとまだやることがありまして、はい、バックレストですね、はい、ボックスの後ろにバックレストをつけるという作業がねございます、はい、であとこれ戻して、どうぞつけて終了ですので、はい、まあ明日中には終わるんじゃないかと、はい、思ったりいたします、はい、ちょっとねお客様見えたりなんだりちょっと作業はね、何度もちょっと止まってしまったんで、はい、で今日はだからできてない、これだけ、朝から、まあ、早い時間はあんまり良かったんですけどね、途中からあれで、でそうですね、途中で今もちょっとそう結局、できずじまいで申し訳ございませんが、はい、まあ、一個一個ちょっとね終わらせていかないとなかなか難しいんでね、今回はこれを、はい、明日中には仕上げて